ははい、こんにちはラガタカールですえエクスペリア1のね国内モデルのストレージが64ギガっていうことに対して、えー、これはあの日本のキャリアのせいだとねいうことがアにね言われましたねはい <laughs> ねあのインタビュー記事ですけどあのまあソニーモバイルの開発者に対してのインタビュー記事の中で なぜあの128から64に減らしたのかっていうものに関してですけどもあのパートナー様との議論や価格,価格などの要素を加味した上で判断しているといわゆる各国のね各国の,その、まあ、売る時のキャリアさんと話をした時に、えーまあ、どれぐらいにしたらいいですかねどれぐらいであなたたち販売したいんですかとかそういうような話の中で128から64にしたと日本に対しては。 いいうところですねおい完全にサンキャリアのせいやないかと。おいおいと。おいおいおいと。<laughs> いうふうに思いますね。こうね。いらんことをやる本当に。その中にね例えばまあドコモとかあのサンキャリアで共通してるのはいらんアプリを入れるっていうことももちろんそうですよ。さらに言うとドコモに関しては。 いらんホームアプリも入れやがるっていうところもあります。何やっとんのっていうね。もちろんですね、そのマイクロ SD カードをあ、まあ、あの搭載すれば拡張ができますよ。ね。だけれども、だけれども、もともと、あの、なんていうんですかね、拡張できるっていうのは、 あのここまで用意してるんですけどそれでも足りない場合はつけてくださいねっていうところなわけじゃないですかそこなんでだからその元々の容量を少なくししたらダメでしょう拡張できるから少なくてもいいんだったらじゃあ32でもいいんだろうっていうふうになっちゃうじゃないよくないでしょよくないでしょう 64だけどまあでもマイクロ SD で拡張できるとから大した問題じゃないんじゃないっていう人はじゃあそれ32ギガでも許すんですか16ギガでも許すんですかっていうふうになっちゃいますよそうじゃないでしょうやっぱりこのデバイスを買った時にそれ一つであのメーカーが言ってることを100%楽しめるとそれがない備わってないといけないわけですからもともとはね 普通に考えるとあ私写真とか動画あんま撮んないしアプリもそこまで使わないから64ギガでいいかなって選んだものじゃないから <laughs> ねそもそもでそうじゃないじゃないですか。 これキャリアさんこういうことはほんとやめていただきたいですね。まああのー、ねエクスペリア1はその国内でもねその結構反響が大きいわけですから幸いにも。ね。まあここからやっぱエクスペリア2へいいバトンタッチをするためにも本当だったらやっぱ1 2 8ギガのままで出すべきだったとは思いますよ。うん これはやっぱダメだこれこういうことやっちゃダメよ本当にねえいやもちろんその国内版に関してだと、まあ、ワンセグフルセグに対応させるとかお財布対応させるとかそういうようないろんなことも出てきますよ、まあ、あとは本当ドコモとかに限って言うんだったらプリンあのプリンでそのホームアプリを入れるとかそういうこともコスト面もそういうのも あいらぬコスト面が出てくるわけですけどもそんなものに振り回されたくないねうんあのお金を出す側としてはねなかなか厳しいですよねここが本当そのえっ、ー、とキャリアの方がまあ買い取ってある程度まとめて買い取って でね、それが消費者の方ももともとそうやって、えー、キャリアのショップに行って買う,買うみたいなこ,のさこういうそういう流れになっちゃってるからこうねどうしても強くなっちゃうっていう部分もあると思うんですけどもいや健全じゃないよ本当にこういうのは。もともとはメーカーはこういうふうにして出したいっていうのが128だったわけです。メーカーカととしてもある程度の価格,価格と あの売り出す価格ですすね売り出す価格と原価コストとかそういうところを想定してあの導き出したのがまあそこもそうだしあと機能的なところですねそこに繋がったところで導き出したのが128っていうものだったわけですねソニーとして出したのは。まあ、他のメーカーでいうとサムスンなんかは512とか1テラーとかってやったりしますけどもエクスペリアとして導き出したのは128だったわけですよ。でそれれを減らされるってことは自社の製品に 自社のの製品のベストでではなくなくるってことですからねどうやったってどう考えたってだから、あのー、それこそ P30Pro のラム容量が減らされてるとかっていうのもそうだし、ね、もともと,と例えば画像処理とか動画の編集の処理とかっていうものをねこのカメラが売りの P30Pro で行う時にあの8ギガ8ギガが一番ベストなんですっていうので作り出したものなのにそれを減らさせるってことですから。 ベストじゃなくなくるですメーカーが導き出した答えの手前で終わらせるってことですからこれはねその例えばあのソニーが好きとかそのブランドのエクスペリアが好きとかバーウェイが好きなんだとかそういう人たちを何て言うんですか冒涜って言ったらちょっと言葉が強すぎるかもしれないけどそれに近い行為ですよこれは本当にこういうのはね やっちゃいけない、ね、まあもともとソニー判断でやったんじゃないだろうっていうふうに思ってましたけども他の国では64ないんですよ他の地域では P30 Pro も他の地域では6ギガのものはないんですよなぜなぜだと今までと同じ儲けを出したい かといって例えばワンセグフルセグっていうのをなくすことは嫌だとかドコモだったらホームアプリこれは入れたいんだとかそんなそのキャリア都合みたいなものがあってのベストではない製品にさせるっていうのはねこれはもう今今回だけ今回に限ったことではないですけどもいい加減にしてほしいなっていうふうに思いますね。あの こうチャンネルを見てる人たちだったらまだやっぱこの海外で買うとかそういうことにこうたどり着きますけど一般人はねそうならないですよ。であのこのエクスペリア1の、えーまあ、高画質な 動画を撮影するとか写真を撮るとかって風になった時に64じゃ絶対足りなくなるわけですよねでそれを見越してキャリアのショップでは32ギガとかの SD カードを1万円とかで売るのきったねえなほんとな何やってんだかなこれはやっちゃいけないこういうことは本当におかしいって なんかさその知識がない人に対してのこういうやり方になるっていうのはないよねいだから一般の人たちはこの 64GB っていう容量に対しても何の疑問も持たないし何の文句も言わないわけですよねだからそこにつけ込んでるんだよこれはどうせ分かんないっていうところにつけ込んで落とすんですよ半減させてるんですよまだこれで 例えばマイクロ SD カードが昔のスマートフォンみたいにさマイクロ SD カードが同梱されてくるとかだったらまだねまだあれまだいいかもしれないいやーおかしいよ本当におかしいと思うこういうことになっちゃうのはねうんエクスペリアもそうだし P30 Pro もそうだし、まあ、P30 Pro はそもそもでその販売が再開されるのか受付が再開されるのかっていう問題ありますけど、うん、こういうことはやっちゃダメでしょう、まあ、別にドコモだけじゃないですよソフトバンクも KDDI も同じですよ 64GB までストレージ落としてるわけですから、うん、まだロゴはねとりあえず機能に関係しないからあれですけど、まあ、俺もロゴあんま好きじゃないけど このやっぱメーカーがこれが今ベストなんだよっていうふうに出してきたものを下げる行為は本当にしちゃいけないと思いますね変なそのキャリアの都合でのだから例えば例えば例えばそのドコモだったらあのワンセグフルセグは完備しなきゃいけないんだみたいな決まりがあるんだったらそれは別よそういうものに対して改変をしてメーカーが。 やってくるのは、だってそうやってどこもで売りたいっていうそのメーカー側からのこういうものだからさあじゃあここは我々があのワンセグフルセグにも対応させるものにできますからっていうだから取り扱ってくださいまあここまあでもあれだな同じような感じだな今のなしダメ、うん、だ,めだどっちにしてもダメだ,めだあーいやーあまあインタビューでねここで。 まあそのソニーモバイルの方からそのキャリアとのキャリアと検討した結果そういうふうな回答になっ回答というか回になったっていうことを言ったので一つねそこがあのー、やっぱりしっかりとそこはねソニーの方も128が必要だったっていうところでやってたっていうのがねまあ案に分かりましたようんそこは。ほ本当だからか「シムフリー」で出せばっていうふうに思うけどね。 あのー、中高年とかでソニーファンは普通にだってウェブサイトとか見るでしょうそこから買うことも全然あるでしょう量販店行ってもさあの中高年のおじさんたちにさ「いやソニーがスマートフォン出してるんですよ」って勧めるよきっと店員も。それが10万だろうが14万のスマートフォンだろうがさ最新のスマートフォンなんですよこれはソニーの。 変になんかエクスペリアとかっていうふうに並べ,並べるよりは店員さんが普通に「お客様ソニーの最新のスマートフォンですよ」ってなんかそのヘッドホンとかイヤホンとかで迷ってるところに横に置いといていいじゃん <laughs> ああなんかそういうふうに思ってきちゃうけどねだからそういう意味ではシャープなんかが本当にシムフリーで出してるっていうのは本当と英断だとは思いますうん もうあとはそこまでいったらその後はそは量販店とかの店員さんに対してどれだけこう,うまいこと言えるかですからこういうふうにして売ってくださいねっていうふうな例えばあの、ね、そういうことをやったりとかっていう、うん、売らせるっていうそこにこう力を注げればいいだけですからキャリアにへこらする必要が減るわけですけどねそこの量販店とかでシムフリーで売っていくようなものにここそこが育っていけば。 ややっぱやるべきですよ本当にもともとそのソニーのサイトでは他の製品は普通に買えるわけですよねだからそっからキャリアのサイトにリンクしないで自分たちのところで普通にさ決済できるようにしちゃえばいいじゃんしちゃいなよっていうふうには思うけどねそういうふうなことをやってしっかりとあのミドルレンジモデルのものを出すとミドルレンジモデルなんかは特にそうじゃないあのコメント欄でもさ やっ,ぱやっぱそのエクスペリア10とか 10+ 出してほしいよねっていう声が結構上がるじゃない SNS 見ててもそうだしやっちゃえばいいんじゃないのっていうふうには思うけどなぜやらないのかここまでかくなにかくなだな本当頑固だよ本当にそうやって遅くなってしまったのがカメラの副眼ですし ベゼルレス化だしっていうとこですけどねそんな硬くなりになってやんなかやんなくてあのもういい加減やんなきゃまずいなっていうふうになってやっとやるっていう、うん、決断が遅いんだな。やって失敗したら閉じたらいいじゃん。ね一回こうそうやって例えば販路を作ったりとかするところには多少なりともやっぱコストはかかりますけども。 俺もそういうのやったことあるからさそのいろいろ配送も含めてねこう契約をまた見直さなきゃいけないわけですよ業者と改めて契約っていうとこ、まあ、審査もしてもらわなきゃいけないしさそれぐらいやったらでも俺なんかもだってほんのちっちゃい会社でさ一人でそういうのをパパッとやったわけですよなそ、まあ、大したコストでもなかったけどね うん、だからそれが大きく会社が大きくなることによってより、ね、いろんな,こいろんな、ね、その弊害が出てくるっていうのは分かりますけども言うてそれなんか,1年,とか2年とか考えなきゃいけななないい問題じゃないじゃゃやかまあしかも言うたらもうそもそもあるわけだからねのソニーのサイトからは通販でいろいろ買えるようになってるわけですから。 だからそこの同じ契約のところの拡張っていうところで話を進めればいいところなんですよ、ね、決済決済のねクレジットカード会社とのあれもそうだしさやったらいいのにね、うん、あ誰かあのそのなんていうんですかそのカタクなにさシムフリーでさ占い理由をご存知の方はちょっとこう コメント欄に書いいてくださいこれちょっとやりたかった。と <laughs>、はいまあ、いうことでちょっとまあ話まとめますけど、あのー、国内版のエクスペリア1のストレージ半減,半減っていうものに対して、まあ、インタビュー記事で、まあ、あのキャリアとの、あのー、検討したキャリアと一緒に検討した結果とえ、あのー、販売価格とか。え あのそういうものも含めたところで加味した結果だというお話でした。はい、また見てな。バイバイ。